くんです。じゃあやっていきましょう。人狼ジャッジメント、市民4、占い1、霊能1、殉教1、饒舌の人狼2。すごい、めちゃくちゃペラペラ話しまくる部屋だね。ここはおしゃべり部屋だな。饒舌多すぎ、饒舌にまくり。占い、カミングアウト10。うわぁ、初日白が。これ思いっきし噛まれるぞ。延長希望、延長希望。フレツメいる？対抗黒リスクどうしたらいいの？占い黒いない保証ないもんな。延長希望。アーニー囲ってないなら、狼か殉教じゃね？ん？ローラ、ロディしろ。占い佐々木饒舌ありだよ。でも新占い釣りとか、あなわってワードじゃね。メアリーも縄っつったのか。延長希望。アーニーここで占いに縄寄せようとする。ジェイ、延長希望、延長希望、延長希望。この部屋でワード気にしないとかありえなくね。ローラから対抗釣りの視点出てくるの遅かった。ここない、黒黒芯とかない。
うん。エマにシーン見れないので、祭り希望。ジェイはエマに寄せたんだ。うん、うん、自分の白出しをするか、ジェイが。今完全に切れるが、愚名つえ絵祭りが一番カミングアウト。ん？これ占い黒、占い黒2じゃんこれ。これさ、待って、うん、明日絶対メアリー釣るからさ、今日サンドラ、うん、で提案、うん、うん、うん、1分前、うん、準拠は明日でいい。うん、うん、30秒前、うん、占いは相互ね。マイクは殉教陣営な。うん、明日釣らない、メアリー明日釣らないとアラピーピーの可能性がある。いやだから明日釣ればよくね。マイク仲間らしいな。
30秒前。まあでも明日釣らなくてもいいな。うん。10秒前。釣る必要ないな別に。いやでもまあ目より村じゃないんだから別に言うこと聞く必要ないでしょ。うん、オッケー。ねえ、まあ人狼か、オッケー。霊能で黒結果を落としておきたかった思考。何すんなお前。だったら俺がエマ釣るだろ。なんで俺が生サンドラに投げてんねん。30秒前。占い黒黒はあるかもしんないよ、もしかしたら。クロストって考えたら。はい、じゃあ絵祭りで終わり。おはよう。よろしく。まあメアリ釣ってもいいか。一人狼落ちたわけでしょ。1、2、3、4、5、6、7。今3人ぐらいでしょ。なんでメアリー釣りすんの。うん、なんでメアリーの殉教は村陣営とかじゃないよ。時短ダメか。うん、何のために出たん。メアリーは いやだからメアリーズ意味ないんだって。メアリー村と思ってんのか。殉教陣営って釣り、うん、
今おかしいからね。これ、うん、アーニー。うん。うん。エマがメアリー釣りでいいとか言ってるのもおかしい。結局さ、でもこれメアリーに、盤面だけどね。メアリー釣るの相当無意味だぞ。明日進行いないけど。延長希望。いや、いるわ。延長希望、延長希望。延長希望。延長希望。確定、白、っていうかさ、マイク白で G 白出してるんでしょ？フェイ、ロディ、マリア。うん。フェイ、ロディ、マリア釣りって発言が、1分前。うん、今日釣るんだったらフェイ、ロディ、マリアだよ。エマ、シーン追うなら君たちはロディ、マリア、フェイ。エマ意味不明でしょ。占い、ロディ、フェイ、マリア潰せば、うん、うん、エマがロディ、フェイ、マリアする気なくて、うん、え、なんでメアリー勝たせるんだろう。つかメアリー釣りがおかしいぞ。30秒前。なんか結局明日今とかも意味わかんないからな、これ。マリア、ロディ、せめて、10秒前。まあマイク、マイク佐々木かな、それともメアリーが佐々木か。メアリーなんでアーニー票なんか入れたんだろうね。相当やばいぞこいつ、順教なら。これワンチャンメアリー佐々木なんじゃねえか。これメアリー佐々木説ない？メアリーやばくね、アーニーに入れてんの。意味ない白だけどな、これ。30秒前。ちゃんとカウントしてたらまあ別におかしくないか。でももう1票入る可能性あったからな。なんでアーニー票なんか入れたんだろう。アーニーにもう1人入れてたらやばかったぞ、メアリーに入れずに。でもエマ神経やって言うけどさ、これどうすんのこれ今日。
7人になるでしょう。で、エマつんの、エマつって終わんなかったら前アーニーつんの。だエマ神経やなら、まあフェイとかロディとかマリア釣ればいいのにね。それかアーニー釣りとか。謎だな。まあ、アーニー釣って、エマ釣って、終わらなければエマ死ん。大丈夫か。時間よろしく。絵祭り最初でよくない？絵馬絶対明日釣れよ。多分大丈夫だと思うから、思うけど。まあ、時短全員飲める、もう大丈夫でしょ。もう今ラストウルフなんだから。黒先、マリアさん、大丈夫かな、この人たち。大丈夫かな。そもそもメアリー釣りとかもいらなかったよな。まあいいからいいから。延長希望。延長希望。で、私が
エマに黒出し。エマは明日この10秒前、大丈夫かな、マリア、マジで超怖え。ゲームのルールわかるかな。10秒前。なんだそれ。え？は？なんで、なんでじゃあ人狼使用しないんだよ。なんなんだこの絵馬、バカだろ。何をしてんの。バカでしょ。あ、マリアが佐々木なのか。それならまあわかるかな。わけわからんな。はい、ということで、まあちょっと、まあ準拠は村じゃないです。バイバイ。Thank you.